陰性弁性細細胞内寄生生のの新生細菌の一家である二属九種を含む。代表的なクラミジアとしては、以下の四種類がある。いずれもかつては、クラミジア属に含まれたが、1999年に、分類の大幅な変更がなされ、クラミジアトリコマトスを除いて1999年に、クラミドフィラ指摘位をタイプ種とする禁煙のクラミドフィラ。 族に移されることが議論されたものの、その後クラミジア族に戻されている。一般的にはこれらもクラミジアと呼ばれる。人間の場合、クラミジアトリコマトスはトラコーマ、正規クラミジア感染症、阻径リンパニックガシュ、クラミジアシテキーはオウム病、クラミジアナモニはクラミジア肺炎、気管支援の原因となる。細胞壁にペプチドグリカンがないため、ペニシリン系、 セフェム系のベータラクタム抗生物質は無効であり、マクロライド系、テトラサイクリン系、乳キノロン系といった抗菌剤が治療には用いられる。女性のクラミジア感染が蔓延しつつあり、不妊症の原因となる骨盤腔内の感染が問題となりつつある。また性交によって感染するので、性感染症の一種であり、他の性感染症と同様、性交症により、 キャッチボールと呼ばれる感染パターンのため性的パートナーも危険にさらされている。このため治療は性的パートナーと同時に行わなければならない。クラミジアが血液感染するかどうかは2014年7月現在判明していない。摂氏60度10分間の加熱で不活化するので加熱処理された血液や血液製剤から感染する可能性は 全くない。クラミジアなどによって引き起こされる、監修遺炎は、フィッツ・ヒュー・カーティス症候群と呼ばれる。ありがとうございます。